測通り決勝まで来たよ。あなたたちがここまで強くなるなんて賞賛に値しますわ。褒めてくれるのは嬉しいけど、それは私たちが勝った後にして。それができないから今してるのだ。優勝するのはドレスに決まってるのだ。かぐや様、黒丸、正直に話しますわ。私初めて緊張しています。今までどんな相手と勝負してきてもこんな気持ちになったことがありません。なぜだか体が震えてしまいます。かぐや様、それは武者震いというやつなのだ。もし心配だったとしても大丈夫なのだ。今までたくさん練習してたくさん試合をしてきたのだ。最後の1週間は病気で休んじゃったけど、でもでもかぐや様は一人じゃないのだ。かぐや様には満腹黒丸ちゃんがついてるのだ。ありがとう、その言葉とても心強いですわ。私たちはジェットレース部の存続を目指して走ってきました。ですが今は純粋にレースを楽しみたい。その姿をお父様に、この会場にいる人々に見てもらいたい、そんな気持ちです。満腹黒丸ちゃんも同じ気持ちなのだ。かぐやさん、満腹黒丸さん、いいレースにしようね。ええ、もちろんです。ドレス史上最高のレースを見せて差し上げます。差し上げるのだ。カーブの種類の多さがこのコース最大の特徴ということになりますか。コースを熟知していることは当然として、カーブ続きのこのコースでスピードを出せるポイント探しが最も重要。
この速さについてこられますか。スパイサル、必殺技打てるぞ。必ず当てる。この速さについてこられますか。行く。この速さについてこられますか。どうだ。この速さについてこられますか。大丈夫ですか。この速さについてこられますか。大丈夫。この速さについてこられますか。ゴール。これは驚きました。思っていた以上の成績。満足のいく走りでした。私にとっては当然の結果です。この高揚感楽しかったですわ。おめでとう、ドレス。黒丸、その時が来ましたね。かぐや様、言ってやるのだ。皆さん、聞いてください。私たちのチーム、武蔵野女学館ジェットレース部はこの大会をもって解散することが決まっています。え、なんで。でも私たちはレースをやめたくありません。だってレースは最高のライバルたちと競い合うとても楽しいものだから。武蔵野女学館ジェットレース部存続のため、どうか皆さんの力を貸してください。か
かぐやさん。そっか、そんな思いで走ってたんだ。私たちも力になるよ。これからも四十員たちと走りたいから。ありがとうございます。なんだよ、黙ってるなんて水臭いじゃん。でも話してくれてめっちゃ感動した。うちらも応援するよ。私たちも微力ながら手を貸します。これは武蔵野女学館だけではなく、ジェットレース界全体の問題です。黒丸、私は幸せですわ。満腹黒丸ちゃんもなのだ。お父様との話し合いはここからです。ですが、きっと、きっと理事長は分かってくれるのだ。だってこの神田川に集まった人たちはみんなジェットレースが大好きなのだ。かぐや様、どうして浮かない顔をしているのだ。理事長はかぐや様の試合に感動してレース部も存続になったのに何が不満なのだ。お父様が分かってくださったのは嬉しいのですが、レース部をなくそうとしていた理由を聞いてしまってる。最近のジェットレースの衣装は過激すぎる。大切な娘が露出の多い服を着せられたら嫌だったってやつなのだ。そんなバカバカしい理由だったなんて、真剣に悩んで損しましたわ。理事長はかぐや様のことを心配していたのだ。悪気があったわけじゃないのだ。まあそうですよね。家族なら話さずとも分かってくれる。そう思うのは危険ですね。これからはお父様ともしっかり話をすることにします。でも終わりよければ全てよしなのだ。そう言いたいところですが、黒丸、終わりではありませんよ。え？私たちのジェットレース部はまだまだこれからです。ライバルたちとの素晴らしい試合がまた待っていますわ。わかったのだ。今日もいっぱい練習していっぱい食べるのだ。ええ、それでは神田川に行きましょう。早くレースで試したいね。